はいどうも、アスタの食べ頃です。インタールドディーバ総決算ということでタビルのデッキ紹介をしていきたいと思います。タビルと相性のいいカードであったり、今後発売する新カードについても少し触れていきますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。今回紹介するデッキですが、対戦動画の方が概要欄のリンクからご覧いただけます。ぜひこちらも合わせてご視聴ください。こちらのサムネイルが目印になっています。はい、それでは今回の主役であるタビルですが、効果を2つ持っています。チーム起動効果でターン1回手札から赤のカードを2枚捨てることでカードを2枚引くことができます。2つ目の効果として、出現時にあなたのデッキの上からカードを3枚見る。その中から赤のカードを好きな枚数公開し、手札に加え残りを好きな順番でデッキの一番下に置くことで、ポイントとしては出現時の効果で手札補充、チーム起動の効果で手札の入れ替えができるようになっています。これらの効果を駆使して面要求可能な優秀なシグニで攻めていくのがタビルのデッキの特徴になっています。面要求に優れたシグニですがこちらです。はい、まずシュブニグラ、チームアンシェントサプライズのシグニで2つ効果を持っています。簡単に言うと、一つ目がチーム自動でアタックした時に場のシグニが全て赤の場合に赤2コストでパワー12000以下のシグニをバニッシュできます。もう一つは出現時に赤3コスト支払ってターン終了時までダブルクラッシュを得ることができます。メイン要求に非常に優れた1枚でレベル3から毎ターン出していきたいシグニになります。あとは二人目、ヘラです。自動効果、アタックした時、あなたの場にある全てのシグニが赤の場合赤1コスト支払ってパワー5000以下のシグニ1体をバニッシュすることができます。レベル2からのメイン要求ができるということで、環境トップの要因になっているのはこのカードがあるからかなと思ってます。で、赤1エナのため、非常にコストパフォーマンスが高いシグニになっています。じゃあ最後はマルスです。こちら、効果を2つ持っておりまして、1つ目がシグニ1体をバニッシュした時に、エナゾーンから対戦相手のセンタールリグと共通する色を持たないカード1枚をトラッシュに置くことができます。2つ目、出現時効果に手札から赤のカードを3枚捨てることで、ターン終了時までアサシンを得ることができます。ポイントですが、エナ焼却で次のターンのエナ消費を制限することができます。例えば、ピース、アシスト、グロー、シグニ効果の妨害に役立つことができます。エナを溜まりにくいチームには特に有効な効果になっています。また、二つ目の出現時効果ですが、エナ消費せずにアサシンでメイン要求できますので、このデッキのリーサルウェポンとなっています。メイン要求に優れたシグニをバンバン使っていくんですが、今回のコンセプトはこちら。アトリペアです。アトリペアを使ってライフバーストを発動させていこうというのが、今回のデッキコンセプトになります。アトリペアですが、見ていきましょう。アシストルリグで使用タイミングメインフェーズアタックフェーズを持っています。効果ですが、かいつまむとこんな感じ。トラッシュからガードアイコンを持たず、それぞれ異なるクラスのシグニ7枚をデッキに加えてシャッフルし、その後デッキの一番上のカードをライフクロスに加えることができます。それぞれ異なるクラスのシグニを7枚ということで、今回これらのライフバーストをデッキに戻すことを狙っていきます。ちなみに赤タイルなんですけど、よく採用されるのはアトファインダーの方ですね。アトファインダーの方ですが、使用タイミング、アタックフェーズ、メインフェーズを持っています。効果の方が2つありまして、出現時にこのターン次にあなたがダメージを受ける場合、代わりにダメージを受けない。もう1つ出現時にエナゾーンからそれぞれ異なるクラスを持つシグニ3枚をトラッシュに置く。対戦相手のパワー1枚以上シグニ1体をバニッシュするという効果です。まあ5コスト使って2面防御できるといったカードですね。で、今回のリペアなんですけど、ファインダーとの比較ですが、まあ、エナコストが軽いというのがあります。で、その、浮いたエナコストで、シュブニグラや、ヘラのエナコストを使っていきましょう。あとは、メインフェーズにグローしても、基本的には防御が可能になっています。メインフェーズにグローすることで、自分のリミット数を増やして攻撃に転換することができます。また、ライフバーストが決まると、防御面数としては、ほぼ同じになりますので、まあ、今回ファインダーを使ってみました。はい、それでは、アトファインダーで出していくライフバーストですが、こちら、アミノさんです。効果を2つ持ってまして、主に使うのは2つ目の効果で、あなたのターンの間、あなたのファンシグのパワープラス5000するということで、パワーアップの効果で低いパワーラインを上げることができます。また、唯一のビキンクラスのライフバーストになりますので、アトファインダーで戻すことができます。ライフバーストも、面止めとエナチャージになりますので、このデッキと相性がいいと思います。2つ目のライフバーストですが、スペルの複製です。効果の方が、エナゾーンから緑のシグニ1体を対象として手札に加えることができます。アンシェントサプライズのルリグが3体いる場合は、代わりにエナゾーンから好きなシグニを手札に加えることができます。で、こちらライフバーストなんですが、対戦相手アップ状態のシグニ1体を対象として、それをバディッシュすることができます。ポイントですが、スペルの効果を使う場合は、まあ、ガードやシュブニグラをエナゾーンから回収していきましょう。もしライフバーストを使う場合は、面止めとして役に立ってくれます。
あとはライフバースト持ちのシグニはこちらになります。基本的には赤を中心に異なるクラスのシグニを採用していきましょう。有効ライフバーストを多めに入れておくといいと思います。で、この中で、エリースだけが、有効ライフバーストを持たないので、同じ天使クラスであるマルスをアトリペアの効果で戻すのもありかと思います。じゃあルリブデッキの紹介です。ウムルクリアを採用してみました。使用タイミングメインフェーズアタックフェーズを持っています。効果の方ですが、出現時効果で、あなたは手札をすべて捨て、捨てたカードを枚数に1を加えた枚数のカードを引く。対戦相手は手札をすべて捨て、捨てた枚数から1を引いた枚数のカードを引く。もう一つの出現時効果で、無色1コストを払って、対戦相手のルリグ1点を対象として、それを凍結することができます。今回採用した理由なんですけど、エナコストが低いっていうことですね。あと、出現時のルリグ凍結で、ガードが手札いなくても、一旦は対戦相手のルリグアタックを止められるというところで採用していました。また、手札の入れ替え効果でデッキ枚数も調整できますので、アトリペアのライフバーストの確率をアップさせることができます。あとは、祝福の鍵の目を入れています。効果ですが、カードを3枚引き手札を2枚捨てる効果です。序盤にヘラやガードを手札に加えるために使っていきます。最後のピースは自由枠なんですが、アサルト・ケルベロスを入れています。対戦相手の手札を見てガードのないカードを1枚捨てさせることができるんですが、対戦相手の手札を見るということが非常に重要で、ウムルクリアと合わせて手札入れ替えすることができます。例えば、対戦相手がガードを持っているのが分かったら、あと、ウムルクリアでグローしてそれを捨てさせるといった動きもできます。基本的には次のターンの脅威になるカードを判定していくといいと思います。おすすめとしてはレベル3やシャドウ持ちですね。捨てやすいと思います。じゃあデッキリストの紹介です。デッキリストがこちらになります。ルリグデッキですが、センタータビルです。で、コンセプトであるアトリペアを入れています。レベル1の後はアトキラーにして免除強化できるようにしておきました。で、あとはウムルクリアとウムルドローですね。ウムルドローは序盤でカードをたくさん引けることができますので、こちらを採用しています。で、あとは、祝福の鍵の根とアサルトケルベロスですね。で、シグニデッキの方の枚数を見ていきましょう。サーバント4枚、複製2枚、アミノ酸2枚、シブニグラ4枚、マルス4枚、カーネリ1枚、カリドーン1枚、トビエル2枚、タダカス2枚、ヘラ4枚、ピュレト4枚、エリース2枚、パンダダ4枚、ブロンズ4枚といった構成にしています。今回ポイントとしては、複製とアミノ酸ですね、の、緑は4枚だけになります。一応複製を使うときも緑のコストを支払うんですが、トラッシュに行ったアミノ酸を支払うといいと思います。あとはパンダダで一応緑も出せますので、支払う分には特に問題ないかと思います。で、ライフバーストの方なんですが、カーネリ、カルドーンが1枚ずつになっていますので、こちらは手札やエナゾーンによって見かけましたら必ずトラッシュに置くように心がけましょう。で、アトリペアで実際にライフバーストを戻すカードですが、アミノ酸、カーネリ、カルドーン、トビエル、タダカツ、ビュレット、エリスですね。こちらの名前戻せるといい感じになります。なんですが、カーネリとカリドーンが1枚ずつしか入っていませんので、こちらに関しては、地獣と宝石なので、最悪なければパンダがブロンズを戻すことで使用することができます。あと面白い点としましては、タビルの出現時効果でデッキの上から3枚見て、赤のカードを3枚加えられるんですが、ちょっと外れのカードがありますと。アミノ酸複製サーバントですね。こちらのカードなんですけど、タビルの出現時効果に手札に加えられないんですが、山札に戻ることができます。なので、ライフバーストが山札の下に戻るということで、トリペアのライフバーストの成功率を上げることができます。ちょっともう一回デッキリストの方を見るんですが、タビルの出現時効果で手札に加えられないのが、ここの8枚だけですね。あとは全部加えられるので、基本的にタビルで加えられなかった場合は絶対ライフバーストがデッキの方に戻っていくといったような構成にしています。今後カードが増えた場合も、このような調整をしていけば基本的には問題ないと思います。はい、簡単なデッキの回し方です。引き直しですが、ガードとレベル1をキープしていきましょう。ヘラは使えた方がいいので1枚キープしておいてもいいです。レベル1ですが、祝福の鍵の上で手札調整していきましょう。レベル2ですが、ヘラで積極的にメイン要求していきましょう。また、ウムルクリアにグローできたら、ここのタイミングでグローしておくといいと思います。レベル3ですが、タビルの出現時とチーム起動効果へ山札を掘っていきましょう。その中でメイン要求できるシグニを手札に加えておくといいと思います。あとは、アトキラーにグローしてメイン要求するのもこのタイミングがいいと思います。あとは、優秀なシグニグラやヘラでメイン要求していきましょう。以降ですが、アトリペアにグローしてライフバーストを仕込んでいきましょう。最後は、マルスのアサシンでリーサルできるといいと思います。改めての紹介ですが、こちらのデッキの回し方については対戦動画が上がっておりますので、概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。はい、最後におまけです。1月16日にディーバデビューデッキが発売になります。こちらから相性のいいシグニをちょっと紹介していきます。
はい、まずは角槌です。効果2つ持ってまして、常時効果であなたのターンの間、あなたの地区のパワープラス2000できます。あとは出現時効果で手札を2枚捨てることで、トラッシュからレベル3の資源に対応を前に出すことができます。ポイントですが、天使クラスの有効ライフバーストということで、エリースの代わりにこちらをデッキに戻すことができます。また手札に来てもトラッシュからシュブニグラを出せるということで、まあ、非常に使いやすいと。またパワーラインも上がるためバニッシュ耐性がアップするということで、リペア型のタビルには非常に相性のいいカードになっています。そして2枚目がローメイルですね。レベル1のシグニで出現時無色1コスト払うことで対戦相手のパワー3000以下のシグニ1体をバニッシュすることができます。レベル1からのメイン要求ができますので突破力が非常にアップします。また角槌のライフバーストでバニ出した時も効果が使用できますのでメイン防御にも使用することができます。もう1枚ランスロットというシグニもいるんですけど、そちらも同じような理由で入ると思います。最後にこちらボルカニックです。レベル2、1万の効果のないシグニになっていまして、ライフバーストを持っています。で、対戦相手のパワー8000以下のシグニを一体の対象としてバニッシュすることができます。ポイントは宝石クラスの有効ライフバーストでして、引き直しで非常に山札で戻しやすいシグニになっています。ヘラでメイン要求できない場合はレベル2でボルカニックを並べておくといいと思います。はい、ということで今紹介したカードに関してはデビューデッキのノーリミットの方に収録されていますので、こちらぜひチェックしてみてください。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。アスターでは今後もウィクロスに関する対戦動画やデッキ紹介の方を上げていきますので、ぜひ、チェックしてみてください。それでは、バイバイ。